はい、どうもスケシュンです。前回の動画見てもらった方は分かると思うんですけど、僕は札幌に住んでいて、まあ映像とかの仕事をしたりしてるんですけれども、今日は前回はこのノンスペースのマウンテンダウンジャケットですね、これをご紹介したんですけど、今日は僕が普段使ってる靴で、北海道っていうと、まあ、雪も降っていてこう凍ってたりして、結構靴の選び方だったり、まあ本州からこう旅行に来るような方とかって靴の選び方どうしたらいいかなとか分かんないと思うんですけど、実際僕が使っている靴っていうのをご紹介できたらなと思います。で、今日ご紹介するのがこのノースフェイスの靴ですね、これ冬用の靴ですかね。モデル名がスノーショット6ブーツテキスタイル4のユニセックスですね。で、僕はちょっと足がちっちゃいので、US の7ですね、25センチを履いてます。で、まあ、特徴としては、まあ、割と軽くて、で、まあ、ちょっとこういうゴツゴツした見た目 で、ここの高さもあるので雪が入りづらかったりとか、まあ、あとはゴムがこういう風な感じになっていて、まあ、普通の靴よりは滑りづらいかなっていう印象です。で、個人的には結構こう毎回靴紐を外してとかまたつけてっていうのが結構嫌で、ここの一番上の部分ですね、ここを外してすぐ開けるようにこういう風にカスタマイズしてます。で、紐がブラックと黄色と、茶色 の、 2色になっているような紐が2つついてきて、僕はブラックをそのまま使用しています。で、個人的にこれ今履いてるのが2シーズン目になるんですけど、まあそんなに不満もなく、まあ、個人的にはすごく好きで、まあ、シンプルですし使ってるっていう感じですね。まあ、これ北海道で履いてて寒くないか、まあ、寒い時がないかって言われると、まあ、寒い時は全然あります。でもそこは靴下厚めのものを履いたりとか、あったかいものを履くっていう方がいいのかなと思いますし、まあ、実際北海道では全然これは十分なのかなっていうふうに思ってます。で、まあ、あんまり悪いところとしては、まあ、ただあったかいっていうことの逆なんですけど、結構車に僕乗ることが多くて、本当に運転だと1時間とか運転することも結構多いんですけど、それだ と、こう外から歩いてきて、で、車に乗って、で外から来てるんで中はちょっと冷たいはずなんですよね。で、冷たくて、で暖房を車つけるじゃないですか。で、暖房をつけると結構こうここのブーツの外側が全部あったかいけど、中は冷えたまんま、要は全然風とかあったかさとかを、まあ、通さないっていう性質があるのかなって思っていて、結構こう足は寒いまんまなので、一回、まあ、運転する時とかも温まってきたら一回脱いで中に、あったかい熱を入れてあげてまた履くっていうのがいい使い方なのかなっていうふうに思ってます。で、あともう一点、靴にはビブラムソールっていうソールがあって、で、ビブラムソールって何かっていうと、ビブラム社が作っているソールなんですけど、結構これ滑らないんですよね。僕だと結構スノーボードのブーツとか撮影の時に使ったりしているスノーボードのブーツがあって、それがビブラムソールなんですけど、やっぱりこう本当に滑りづらい、従来のゴムとかより全然滑らないっていうイメージなんですけど、これはビブラムソールじゃないです。で、本当に滑るのが嫌だなとかっていう方だったら絶対にビブラムソール買った方がいいかと思います。でも、まあ北海道もその降り始めとか、あとはこうすごく冷え込んだ時ぐらいしかツルツルの場面ってそんなに多くないので、あとは坂が多いとかだとツルツルなんですけど、普通の時ってそんなツルツルの場面ってないので、僕はこれでも十分かなというふうに思って使ってます。ただまあ、来年とかもし次買うんだったらビブラムソールがいいのかなというふうに思います。はい。
ということで今日はこの、ノースフェイスのブーツをご紹介しました。まあ、そんなに値段とかも、まあ、1万円前後とかで多分買えたり、この前行ったらアウトレットとかにも置いてたので、これから冬、靴買おうかなとか、また来年に向けてどうしようかなっていう悩んでる人の、少しでも参考になればいいなと思います。ではまた、さよなら。